皆さんこんにちは。12日に発表したこと大変驚かれたかなと思うんですけれども、文章だと伝わらない部分がたくさんあると思うので、今日はちょっと3人で文章にまとめきれなかった部分までお話ししたいなと思って、はい、撮影をしております。アイデアが固まっております緊張しております。そうですね、12日に発表させていただきました事務所の閉鎖、プロダクションの閉鎖についてなんですけれども、こちらの方の説明をする前に、きっかけの一つとなった理由としてのこの2人の将来の展望といいますか、そういうものをちょっと語っていただきたいなと思いまして、ここから早間インタビュアーになりたいなと思います。緊張してるのでお願いします。エレーナー、私はもう出会い自体は私が21の時なので、今年も年またいるんで10年目くらいですね。でも結構長くなので、はい、お世話になりました。で特になんか私見てくれてる人たちっていうのは、エレーナってすごい YouTube にも出てきたり、彼女とは曲を3曲一緒に出していたりとかなんかするので、すごい思い入れがあったりとかすると思うんですけど、今回の発表でね、多分みんなすごいショックを受けたよね、受けたと思うんですけれども、彼女がなぜその決断をしたかっていうのを彼女自身の言葉で語ってもらいたいなと思うんですが、はい、ではお願いします、はい、SNS でもね、文字ではお伝えさせていただいたと思うんですけれども、実は音楽活動を始めたのが15年前15歳の頃なんですけども、始めた頃から一応15年間は音楽に向け続けようと決めて音楽を始めている経緯がございまして、30というね大きい節目を迎えて、まあ、私自身もそう決めていたとはいえ、自分でね向き合って考えて会社の方にも相談を改めてさせていただいたりとかして、音楽自体、まあ、すごく大好きで始めてるっていうもちろんあって、まあ、ただ人生ってそれだけじゃないし、いろいろこう他にもやりたいことがある中で、まあ、音楽を15年間やったっていうのが一番自分の中で大きいこう節目といいますかがあったので、次のステップに行くためにも今回このような決断させていただいたと、うん、実はこの話っていうのは、まあ、ダリアももちろんメンバーなんで、今シージェニックっていう活動を今年の3月まで、うん、末までやらせていただくんですけども、これはもともと期間限定ユニットだっていうことなんかご存じない方結構多いんですけど、そうもともと期間限定ユニットで1年間やってみて、はい、どうするかを決めようねなんて言って始まったのがちょうど3月だったんですよ、はい、それがあって今年のじゃあ年度末で一旦それぞれの夢に向かおうかみたいな話になったんですけど、私とダリアもそのエレーナの思いを聞いて、はい、さっき彼女が言った通り、その人生ってそれだけじゃないし、いろんなこともあるし、時代もね変わったりとかするから応援しようかっていう形で決断を会社としてもすることになりまして、いろいろありましたね。はい。いろいろありましたね。じゃあまとめられないぐらいいろいろありました。いろいろありましたけど、うちに来る前のエレーナっていうのはサナちゃんっていう名前で、サナついてない、ごめんなさい。サナちゃんっていう名前で活動してたんですけど、はい、その頃からやっぱり私は知ってるので、彼のライブパフォーマンスだったりとか、どういう曲を歌ってるかっていうのをいろいろ知ってたんですけども、思い出深きというか、うちに入って、まあ、うちはプロダクションなんで、プロデュースをするんですけども、彼女ってすごい今見てても若いでしょ、美しいじゃないですか。で、なんかそれをこう、黒髪にしなよとか。そうなんですよね。金髪だったって。そう。金髪ボブだった。私がそう初めて会った頃はそう、はい、でもなんです、あれがウィッグだったのかわかんないけど、あれは確かにウィッグでしたね。やっぱロングってましたね。ロングってたりとか、はい、ショートだったりとか、はい、まあでもそれでもすごい可愛かったんだけど、もっともっと際立ってほしいなと思って、いきなり来るにはしなくて徐々に来るにしてて、それはビビってたからですね。あ、そうか、ビビって言ってくださったんですけど、黒はなんか黒恐怖症みたいな、あの染めちゃいけない、小学校時代から染めていたものでして、あ、ちょっとこう黒は似合わないっていう自分のコンプレックス的なのがあったんですよ。だったんで、黒逆に似合わないみたいな、で怖かったなって言われてるし、やらなきゃみたいな、履いたも維持するのもね大変なんですよ、うん、それもあり、あ、ちょっとパックしたら髪切れに見える、いける、い
たいな。でもやっぱ中途半端な結果なんですけど、中途半端な茶色は似合わないと思います。似合わなくはないよ。でも中途半端だ。あ、どっちかに振り切りがこれぐらい抜くか、あ、そうだね、黒かの顔なんだなと思います。顔なんだ。じゃあなんかそういうのをアドバイスしていい感じになったみたいなのを体験させてくれたりとか、あと彼女はそのやっぱり裏側も一緒に働くようになったことがすごく大きくて、彼女が入ってその裏方でやるようになってくれてから仕事のキャパがすごい増えて挑戦できることもいっぱいあったし、これからね独立するんで、もちろんうちの裏の仕事も辞めちゃうんですけど、でもお二人は私の中では本当の妹みたいな感じ、よくよくなんか一緒にできることがあったら声をかけたりとか、またプライベートだったりとかすると思うんですけど、で彼女はあの表から消えるわけではございません。一応インフルエンサーというカテゴリーなの。そうなんですかね。インスタグラム、はい、あの SNS の活動は続けてまいりますので、ぜひ、ね、今後も、まあ、3人全員なんですけど、チェックし続けてもらえたら嬉しいなと思います。ということで、エレーナの話聞けたんで、大丈夫ですか、そろそろ。はい、聞いていただきます。ニヤニヤが増えてたんで、大丈夫だなと思います。ただニヤニヤだけです。ですよね。申し訳ない。大丈夫です。ダリアはまたちょっと違う、エレーナの独立の仕方とダリアの独立の仕方とちょっと違うんで、はい、ボってね、文字だけではあの文字だけでは伝えられなかったところを彼女の口からちょっと喋っていただこうかなと思いますが、大丈夫でしょうか。はい、頑張ります。はい、はい、もともとダンスボーカルユニットレジーナの一員として私はジョイタイムズに所属させていただいたんですけれども、いろいろあっていろいろありすぎたよね。そうですね。いろいろあって、まあ、こういう形に活動させていただいて、もともとやってたダンスの仕事もずっと続けていたんですけれども、ダンスっていうのがいつまでもできる仕事ではないなと私は思っていて、数年前からダンサー人生悔いのないように終わりたいなっていうのをずっと考えてきました。でその上でもっとダンスのスキルアップをしたりとか、ダンサーの幅を広げたいなって思った時に、所属というものをしていると。あ、洋菓子だった。あの実はなんでじゃあわざわざダリアはダンサーを諦めるわけでもなく、なんか今レジーナから所属しましたって言ったけど、訂正しますが、最初私のバックダンサーって言ったから走りました。走りました。ダンサーから始まってるんですよ。レコーディングで歌えんのって言っていやーって言ったんだけど、ラップのセンスがすごい良かったから、うん、いや歌えめんって言って、そのラップ担当でレジーナっていうグループやってて、まあ、今やってる主人公も基本的にラップ担当やってもらってて、でこの子音楽もいいし歌ってるパートとかももちろんあるんですけど、レジーナの時ってやっぱりダンスボーカルユニットなんで、踊れるから免許証のやっぱダンサーっていう部分もちゃんと含まれてたけれども、今ってこう CG に来て我々が全く踊れないもんでして頑張ってね、これだけちょっとやってたけど、まあ、結局そんなものになってしまうっていうところと、この業界っていうのは本当に皆さんも分かってらっしゃると思いますけれども、たくさんの人が夢を見て掴める人っていうのは本当に何万何十万分の1とかの確率だと思うんですけど、私2個違いなんですけど、彼女が今今年で33になるんですが、ダンサー業界っていうのはその年齢で、彼女は私のバックダンサーには所属でバックダンサーをしたことがなくて、やりたいアーティストさんとかもたくさんいるんだよね。でそういうところにオーディションに行くんですけど、その時に事務所に所属してるっていうのが足かせになっちゃうんですよ。っていうのもやっぱりそのツアーを回るオーディションだったりとか、スポットでもちろんミュージックビデオのバックダンサーとか、なんかいろんなオーディションがあるんですけど、ダリアが目指してるところっていうのはツアーを一緒に回りたいとか、ロングスパンで長くダンスができるっていうところを目指してるんで、事務所に所属してるってなってしまうと、もう書類の時点で弾かれちゃうんですね。私は全然実は受かったら行ってこいってやると思ってても、書類の時点で落ちる、もったいないことが起きるんで、で別にそんな今までは数々の違反をして消えてったやつたちがいますけれども、ここは別にそういう風な終わり方をするわけではないので、彼女の夢を一旦背中を押したいなっていう
あって、アンバーのハートなんか歌えへん、いやせんやんこっちのイルカみたいな、イルカ声と言われております。ボイスルボイスルマラヤケリみたいな、すごいこう出せるんですけど、我ら低音系なんで CG に2人で続けるっていうのもちょっと無理だよねっていう話し合ったりとかして、夢を応援するっていう形でね、はい、旅立たせようかなと思うんですが、完全に一回独立します。これはでも絶縁とかそういうことでも何でもなくて、あの事務所から独立してもらいますっていうのも、序盤で申しましたが、あとで私理由説明しますけど、プロダクションというものを閉鎖しますので、私もフリーになります、はい、でだからもちろん必然的に彼女もフリーになるんですけれども、今この2024年になって、2020年からまたコロナとか結構大きかったかなと思うんですけど、ここの時代といいますか、芸能人とそのインフルエンサー、YouTuber の境目がなくなってくるっていうのは、私もこの活動始めて今11、2年だったのかな、絶対そういう時が来るっていうのは分かってたし始めたんですけど、今もう事務所の時代じゃないなっていうか、こうプロダクション、プロデュースをするところから手こ入れをする時代じゃないなっていうのを気づいて、これは経営者判断なんですけど、プロダクションを誰も求めてないのに続けなくていいし、私がやりたかった女の子を守る事務所っていうのは、SNS がね、ここまで普及してくれて、浸透してくれたおかげで、悪さするやつも減ってきてますし、リアルしか表に出ないように、もっともっとなっていくと私は思います。まだね、マスメディアの力が強くて、若い子たちだけそれが分かってるかもしれないですけども、なので私の役目というか、その女の子を守るっていう事務所を続ける必要はないかなっていうふうに思いまして、ただ私のビジョンとしては、教育とか若い子の夢を応援するっていうことに関してブレはないので、なんかそれがプロダクションという形ではなく、多分今後マネジメントとかなのか、業界用語になっちゃうので軽く説明すると、プロダクションってなっちゃうとプロデュース、最初から今始めたら髪を染めたらとか、なんかこういうみなりにしたらとか、なんかこういう方向性で音楽やったらとか、プロデュースをすることもがプロダクション、マネージメントになると、その子がもう独立していてやっていることに対してマネージャーみたいなついていって、スケジュール管理だったり営業だったりとかケアをするっていう、でそういう事務所の方が今後は増えていった方がいいんじゃないかなっていう、時代のニーズに合わせて、たまたまね、こういうエレンのもともと決めてた30代の節目と、こっちのダンサーチャレンジしたいっていう思いとちょうど重なったんで、じゃあもうこのまま封鎖してしまおうっていう感じにいただきました。でちょっと私の方の話に脱線してしまいましたけども、伊沢さんはこれから、はい、オーディションを決めてないですね、はい、はい、そうですね、ダンサーの幅を広げたいですし、今やらせていただいているダンサーのお仕事ももっとこだわっていきたいなっていうふうに思って、あとは、まあ、でもやっぱり音楽をできたっていうのが自分の中ではすごくびっくり。てかそうだね、やろうと思ってなかった。そうですね。ダンサーとして最初に。そうね。そうですよね。なので、自分が伝えたいこととかを歌で皆さんに届けられたっていうのは、すごくいい経験だなっていう、うん。あ、でも作詞もすごくセンスありました。ありがとうございます。著者だけあるよね。私みたいにライターに書いてもらってるわけじゃないから、私が全部インタビューしてライターで書いてもらってるけど、全部自分で書いてるんで。そういう部分もいろんなチャレンジしてくる。真面目にやってくれます今後もその SNS だったりとか配信も続けていきますし、ね、あと、まあ、チャンスがあればまた出版もできたらいいなとか、うん、あとは個人のイベントもできたらいいなとか思ってるので、そこの個人のイベントとかはダンサーがまだ決まってないだとか、オーディションって結構やっぱツアー組ってね、大体みんな被っちゃうんで、頻繁にあるんじゃなくてスポットスポットであるようなもの、まだ決まってないうちは業務提携っていうのができるんですよ。なんでうちがそのマネジメントとしてダリアサポートしてもいいし、別に業務提携しなくたってダリアのイベントの企画運営とかは手伝うよとか、例えばエレナのインフルエンサーで何かやりたかった時に私たちが手伝いに行くとかも全然可能な話で、閉鎖って言われるとちょっと意味わかんないかもしれなかったんで、一応今日この動画を撮ろうかなって思ったんですけど、言葉で言ったら通じ文字だけだ、まあ、そうですね。実は私たち解散ツアーライブを3カ所で
行わせていただくことが決定しております、はい、ごめんなさいね、スケジュールが全然頭に入らないので見ながら言いたいなと思います、はい、3月2日、名古屋のディーバという去年ライブさせていただいた箱なんですけども、そこで1回目第1話、はい、やらせていただきます。もう一つが3月の23日土曜日に大阪のクラゲという会場で2回目公演させていただきます。そして本当の本当のラストは東京です。渋谷のこれは何て読むんですかね、ガレットさん、ガレットさんでやらせていただきたいと思います。日付が本当に待つです。3月31日の日曜日となっております。はい、はい、どちらの告知は変わらず、私たち多分この動画上げる前からもう上げてるかなと思いますので、まだ知らないよっていう方は概要欄にも書いておきますし、私たちの各々の SNS に載せていただきますと情報拾えると思いますので、私たち3人揃ってのライブはこの3回で終わってしまいます、はい、かつエレーナが歌を歌うのはこの3回で終わってしまいます、はい、活動休止なんでね、はい、何がどうなるか分かりませんけど、なんでぜひ皆さん生で聴きに来ていただけたらなと思います、はい、お願いします。主演っぽいですね。どうしようかてか、エレーナから、はい、発表があります。あ、そうでございました。3月31日でね、3人での活動、私の音楽の起源活動休止ということを、発表させていただきましたけれども、最後に、3月私の作品リリースすることになりましたので、ぜひ聴いていただけたらありがたいでございます。ぜひというか絶対聴いてください。はい、ありがとうございます。しかもなんかちょっとねネタバラシみたいになっちゃうんですけど、はい、彼女はいろいろなことがあったことを知ってる人もいると思うのでちょっとはしょるんですけど、はい、音楽うちの事務所に入ってから思うように最初できなかったんですよ。私個人の思いとしてはもっともっといらしてあげたかったなと思うんですけども、コロナ前もってとんでもない 2,3 年間があって上に、はい、思う存分はやらしてあげられなかったのが私としてはちょっと悔いてるところなんですけれども、ちょっと最後一曲私作らせてよっていう形で、実はエレーナの曲をまるまる作詞作曲私がさせてもらったものもリリースされます。でしかもライブで歌ってくれます。はい、もちろんです。それは楽しみ。だからこの3回でしかライブでその曲たちを聴けないので、うん、そうですね、はい、ぜひ聴きに来ていただきたいなと思います、はい、でこの発表をしておりますが、はい、シージェニックの方もまだまだ新曲出ます。はい、最初かもしれないんだよ。そうですミュージックビデオも、はい、はい、ということで、我々 CJ ニックの期間限定ではございましたが、ベストアルバムみたいな感じで CJ ニックの方も出ますので、そちらの方もお楽しみに、はい、ということで最後バーテンみたいになってしまいましたが、はい、我々がなぜ事務所を閉鎖し各々が独立をするのかという経緯をお話しする動画でございました。まだちょっとお礼言うには早いかもしれませんけれども、たくさんのご愛顧を受けた前に本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてなお引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。勝てなということでね、はい、またなんかプライベートとかで遊んだりしたら Vlog とかでも載っけましょうかね、はい、なんかわかんないですけど、みんなインフルエンサーに行けば戻る、はい、フリーのお仕事もじゃんじゃんお待ちしてます。はい、お待ちしております。私もお待ちしておりますということで本日の動画は以上でございます。はい、またライブでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。またねー。